とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、久しぶりにこの装備を使っていきます。ささやく槍ですね。黄金で重力、エンチャントが虚無クリティカルリフレッシュとなっております。ささやく槍はキノコが必要ないので、パワーシェイカー、エリクサーのカバン、ドラ、この3つをつけていきます。かなり安全にいけるっていうのが槍のいいところなんですよね。火力も結構出ます。ではデイリークエストいきます。それでは HP75% 減少のデイリークエストやっていきます。おそらく一番ここが難しいところですね。で、防具をねフルメタルでいこうかなと思ったんだけども、多分こっちの方が安定する。フルメタルはヘルスシナジー入ってるのよね。ヘルスシナジーが羽ピョンせずにあまり発動しにくいので、こっちの方が多分回復もできて安定するんだよね。なんでウィザーでいきます。まあまあ攻撃力は だいぶ 30% か減るんだけど、まあまあ十分なぐらい火力は出ると思うんで、いいんじゃないですか。試してみましょう。で、おい、おい、あ、タイレンがいる。もう、最悪だわ。最悪、アップね。スケルトンもタイレンついてんの？ちょっと待って。このね、装備で弱点が、タイレンと、アップね。回転とね、トゲに弱いのよ。なんでそこはね、マジ注意していかないとやられます。で、今日はうまいことねクリアできて、槍の強さっていうのをお見せできればいいかな。うん、槍のいいところはやっぱり安全に立ち回れるところ、その安全性っていうのをね見せれればいいかな。あれ、いない、もしや。うん、これは無理。モーションバリアはもうやっぱ絶対必要よ。絶対必要。これないと、ちょっといけない場所が多いんで。よっしゃ。いいね。あ、いないわ。キャプテンいない。じゃあ進んでいきましょう。ちょっと長くなるかもしれないですけどね。ノンストップで今日は行きます。うん、いけるかな。まあまあ注意しながらね、まあ、安全性第一でいけば問題なくいけるでしょう。あ、壁ある、壁ある、ここある。とにかく壁を使う、壁を使ってダメージを抑えながら。おいおい、嫌な場所やね。で、それでこの影のブリルがねかなり役立ちます。いい場所ないかな、ここら辺か。あ、無理。ポーションバリアで突っ込む。いざとなったら突っ込めばね、まあ、なんとかなりますわ。 OK、 ナイス、いい場所。この先にはいなかったから、こっち側か。待って、なんか大電がいるな、うん、だと思ったよ。大電来ると死ぬ、一発で死ぬもんね確か。お、危ねえ。しかも霊気がいる、危ねえ。霊気やめてくれ。霊気だけ？霊気とクイックね、オッケー。あぶね、霊気は嫌い。んで、キャプテンいた。一度にする場所がない。よし、こっち？おい、あぶね、オッケー。
もうびっくりした。正体はねよく届きます。でもねできないことが多いのでご了承ください。よし倒した。はい、脅威1もういないよね。うん、ここら辺で反応しないといない。できればえぐくないやつがいいな。うん、クリアはしたいのでえぐくないエンチャントをお願いしますよ。頼むよ本当に。位置取り側難しいな。ここはちょっと無視しましょう。あーでここか、もう中間地点がすぐそこです。はい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 、できればね常にパワーポーション飲んでおきたいのよ。そうするとだいぶ楽だからね。あてでパワーシェイカーが役に立つ。パワーシェイカーいいね。この槍にはね結構合うのよ、パワーシェイカーがおすすめ。まあ、キノコがないだけでねだいぶ軽いんでいいっすよね。キノコがあるとどうしてもね一枠決まってしまうんで、そこがないっていうのはでかい、かなりでかい。よしで多分ねこのねセットが一番良さそうではあるんだよな。他にもいいのがあるかな。羽でやっぱりやっていった方がいい。いや羽じゃない方がいいと思うんだよな槍は。うわあっちひどいな、真っ赤っかやん。あでもちょっと待って、いるな。あぶねえ、あぶねえ、死ぬ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 重力パルスで引っ張られたら死ぬよ。なんでこっちっすか。ああちょっと待って、あっぶね、死ぬところやった。おお一発で全回復で脅威にもう一体ぐらいいそうね。なんかもう一体ぐらいいるんじゃない。あー待て待て待て、ここでレースは良くないぞ。おっしゃ、危ねえ。ここはね嫌な敵が多いな本当に。よしナイスナイス、いいよ。あーレイスが来た。うん、レイスこっち来んなって。にしても硬いな、カッチカチやん。ボンボンか。あでここで反応ないってことはいないね。行きましょう。あキャプテンが残り4体、これはおそらく洞窟内だな。おそらくうん洞窟内にいるでしょう。おーいレイス、あぶねえ、あぶねえ、死ぬ死ぬ死にそう。あぶねえ、あぶない、あぶない、あぶない。ああもうレイスのこのねちょっとした炎で死ぬんだよね。こっちから行くか。あーいた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 、いるよ。よしナイス、いいよ。やっぱね影のブリューよ、影のブリューが最高。ちょっと待ってここひでえな。よっしゃとりあえず倒した、逃げろ。ここはひどい、これ無理かも、これ無理だ。
あーポーションバリアギリ使えなかった。あーいやいやいや、これ倒さないとさ旗が取れない。いや無理か、旗これダメだ、これ無理、もう旗逃しちゃった。何だったんだろうな、脅威だったら嫌だな。あ、いやいや脅威だったらよかったけど、神秘は逃したくないのよ。ちょっと待って、霊気がえぐい。ちょっと待って、霊気なんとかしよう。オッケー、霊気が嫌い本当に。ここまで脅威になるか霊気が。よし、いやー旗取り逃したのが悔しいな。あでもまあまあいいや、ちょっと気持ちを入れ直す。やっぶね、大電。いやいやいや、油断しすぎよ本当に、油断しすぎ、最悪だわ。もう普段通りにね、油断せずに行ってたらダメだ。あの旗を取り損ねてちょっと気持ちが落ち込んでる。ああもうもうもう、ほら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 本当に大電に気づけ、ダメだってば。よし OK、バカ、ここ倒しとかないと出た時がやばいでしょ。 OK 行きます。結構嫌な場所だけどね、突っ込みますよ。できれば洞窟は行きたくないんだ、位置取りをする場所がないからね。 OK、ちゃんと敵を削っていっとかないと帰りがやばくなるから、倒していく。よし、うーん、下側のあの敵の密集地帯はどうしよう。行くか、いや行かないよ。 OK、 これ結構キャプテンがいそうな感じだね、結構いそう。いやいやいや、あっちからも来るんかい、これやばい。 OK OK、 上から狙われてたね、上から狙うな。よし、うまいこと位置取りを取っていきなさいよ。あっぶねえ、もう両側からやめろ、危ない、いた、あ危ねえ危ねえ。よし今度こそ、神秘なんだ、プレイヤーダメージ 20% 減少。ああまあまだマシだね、危ない。よっしゃ、もうもう死にたくないよ、もう死にたくない。あーハスクがあっちから来てるな、あれ気になる。よし OK、 あそうか、ローリング使ってバーストボーストリングで先に虚無を入れていってやるとちょっと楽になるな。あ OKOK、 ちょっと先方の幅が広がったぞ。おい固まるな、あっぶね、よしじゃあ 20% 減少はそんなに打撃は受けてないはず。うん 20% だからね、いやいやされど 20% か。オッケー、いけた、どっちだ、この先だな、いきましょう。オッケー、ナイス、いいよ、あっぶね、
いや、意外と 20% が効果あったみたいだね。20% が結構きついぞ。はい、で、脅威3。あー、じゃああれ、消えた旗は、あれか、神秘だったか。ちょっと悔しいな。え、これまだ先にいる？行っていなかったらショックだな。まあ一応行ってみましょう。ゴールのね、横あたりにいそうな気もするんだ。よし、いい場所いい場所いい場所。お前が良くない、お前良くないよ。結構先が広いよ。うわーうわ、トゲトゲトゲ、これきつい、これきついな、トゲきついな。でも一応キャプテンいるからね、多分いそうな感じがするんで、進みはしましょうか。どこ、誰トゲ持ってる、お前？いや違う、やたら硬い、危ない危ない、やたら硬いな。あ、待て待て、トゲがいたらダメ、トゲいたら死ぬんだ。あ、トゲ、トゲがいる、トゲがいる。あ、でも回復する。オッケーオッケーオッケー、ウィザー優秀、回復してくれる。あぶねー。あー、でもき、あー、減るとき減る。あー、来やがった、タイレン、タイレン、タイレン、マジか。よし、タイレンやめろ、やばいやばい、タイレンがこれ絶対死ぬわ、食らったら。あぶねあぶねーあぶねー、死ぬとこ死ぬとこ。てか奥長すぎるよこれ、ここ長いわ。あぶねー、長い。でこれで行っていなかったらショックよ俺。いなさそう。いやいや、えぐいのが奥にいるな。お、奥にえぐいのがいる。ちょっと待て。霊気はやめてくれ。で、いないね、これ。確実にいないね。ちょっとね、ハスクを。倒したらもう行こう。うん、あ、確実にいないわ。もう無駄だったな。ではでは、ゴールの手前の右側かな、おそらくそこに一体いると思います。いやー、でもなかなかね、ここまで、まあ無事ではないけど来れましたね。あ、いや、でも最後、ここ、敵に囲まれないように、うまいこと、行きましょうよ。あ、大丈夫、見つかってない。見つかってないなら、オッケー。行きます。お、危ねえ。出た瞬間なんかね、ネクロがいたなっていうのはあったんだ。オッケー、危ねえ！もう、エボーカーいるんかい。ちょっと待って、これどこや、これきつい、ちょっと待って、マジでつらい、マジでつらいこれ。これきついな、あぶねえ。場所場所場所、よし、あぶねえ、なんとか切り抜けた。でまだネクロがいるっしょ、こいつをなんとかしないといけない。
上にもいるんかい。待って待って待って、よし、ポーションバリアの時間が見えててよかった。死ぬ、ラグでも死ぬよ。よし、オッケー。何回復、あ、味方回復かい。味方回復がついてたんかい。やめろ。よっしゃ、1対1になったらこっちのもん。 OK。 あー、ちょっと待って、ね、1回撮影を更新します。スタートいきます。なんかね、20分過ぎると重くなるのよね、撮影が。なので20分で一度切り替えないと、テープチェンジみたいなね、そういうのをしないとダメなんだよな。まあ、多分パソコンの性能とかによって違うんだろうけどね。ちょっと待って、あ、この横の短い場所、そこにいるの？いないかと心配なんだけども、いるよね。うわ、霊気最悪。ちょっと待って、あぶねえ。で、キャプテンいない。ちょっと待て、霊気のやつがいる。よし、あー、いなかったな。いや、絶対いると思ったんだけどね。どうも、あぶねえ、いないっぽいっすね。もうここで終わりでしょ。あ、終わりだ。はい、今日は 75% 減少のクエストやりでいきました。ちょっとね、一体取れなかったところが悔しいんですけどね。はい、まあまあ、とりあえずクリアできました。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。